寒いよ。おはようございます。やばい、顔むくむくないけど。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこはせーの、この色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。おはようございます。おはようございます。ですなってね、早いよね。早いよね。早いよね。なんでみんな逆に起きてるの？びっくりした。眠すぎてもげそうにし。そしてね。そしてね。そしてちょっと改めまして、皆様にちょっとこんなドスッピンの顔で申し訳ございませんが、ご報告がございます。なんとですね、AKB48 59枚目のシングルの表題曲の選抜に選ばれました。やった、選抜入ったよ。本当に嬉しい。本当に嬉しい。私は AKB48 で表題曲の選抜に選んでいただけるのが今回で3回目で、1回目が本当めっちゃ前の10作以上前かな、シングルのシュートサインで。そうで、2回目がネモハモルーマで、そして今回59枚目ということで、8メンバーもめっちゃ入ってるねって。そうなの、8メンバーがね、今回8人やったかな。そう、めっちゃいるんですよ。そうですし、なんだろうな、私的には選抜、表題曲の選抜に連続して入るっていうのが初めてなので、本当に嬉しいし、なんだろう、
本当に今回選抜入れないだろうなって恩師的にも思ってたので、思ってたっていうか絶対入れなかったんですよって言い切るのもまああれなんですけど、うん、こう目ではまあまあなんて言うんだろうね、入れなかったと思ってたから、だから本当にまさかこうやって選んでいただけて、だからあの多分そんなに卑下しなくてもって、いやもうね本当にもう現実的に考えると大西はって思ってたんですよね、入りたいけどって思ってたんですけど、うん、だから選抜で選んでいただいたって時もうん、嬉しいっていうのもあったけど、びっくりの方が大きかったかもしれない。本当に、なので嬉しいですし、でね、選抜入りできたよっていう報告できたのも嬉しいですし、うん、でも本当にこれが当たり前では絶対的にないので、うん。そうですね、うん、絶対に入りたいと思いも大事やで、それはもちろんだって、私は AKB48 の選抜に入りたいがためにいろいろさ、なんか行動なんだろうね、それこそ事務所入ったのもそうやし、なんかそういうきっかけになればいいな、じゃあきっかけというか、まあなんだろう、 AKB の外のねお仕事とかをして、でまずこうね違うところから知名度とかを上げて、でそこからなんかのきっかけがあって AKB の選抜になれればいいなと思って、状況とかも決めたり、なんだろうね、自分的にそうねっていう感じなので、うん、でも本当にここに入れるのが鬼将奇跡なので、頑張りたいと思いますし、今作19枚目そうですね、自分自身も楽しんでいけるように今18分か、
ね、新曲楽しみにしててください。テレ東音楽祭も楽しみで、そうテレ東音楽祭今日ね、大西も出演させていただくので、油絵は危なーい。寝起きって危ないよね、本当に。もうなんかいろんなことを言いそう言って危ない危ない。そう今日はテレ東音楽祭にも出演させていただきますし、楽しみにしててください。リアタイで楽しむねって、楽しんで夜やんな。MV 撮影の現場からトーク中継ですねって、みんな知ってんのそれ、さっきから撮影頑張ってねとか知ってんのそれ、知らんようにしてんけど、何してんの、書いてましたね。あ、そうなの、一生懸命言わんへんようにしてたのに、それを発表されてるんかいそうだよ、MV 撮影だよ。朝早いでしょう。もうショールーム終わったらすぐ出ないといけない。今日も丸一日踊り続けます。でも楽しい。MV 撮影。楽しい。なんか美味しい。あ、いや、これも言わん方がいいのかな。いやでもね、大西が今までなんだろう、経験してきた、なかなか経験してきた MV 撮影ってあのカップリングの曲が自分的には多くて、それってやっぱりなんだろう、結構バタバタしてたイメージがあるんですよ。まあ MV 撮影って大体バタバタしてるんですけど、でもなんか当日の朝に振り入れだったりとか、本当に10分前とかに歌詞の変更が来たりとか、なんなら歌詞が来たりとかして、こうバタバタしながら
やってたけど、なんかネモハモルーマンとかもそうやけど、ね、しっかりこう練習してみんなで、でからこう射止めるっていうのはとっても楽しくて、もうね、今回の MV 撮影も朝早かったりずっと踊ってたりするけど、とっても楽しい。ということでですね、今24分で合ってる？リモートの発表でひーちゃんセンターでももちゃんが一番喜んでたのが仲の良さ伝わってて、あれ映ってたの？いや、もしちょっと今日早すぎてさ、ちょっとあの 見逃し配信で 見ますんですが、そうリアタイできなくて、あら、そうなの？そうだよ、今回ひーちゃんセンターだよ。もう楽しみにしてて。すごいよね、ズームで。びっくりした。なんかなと思った、ズーム。あ、ズーム？リモート。リモート。そう。もしあの時メイクしてたっけ、そういえば。なんかさ、何も知らんくてさ、あれ。そう。なんか今後、コンサートとか中止になっちゃって、それの説明とか、なんか今後のやっていくことみたいなのを、私は説明されるのかなって思ってたから。そうなのよ、だから選抜発表みたいな、選抜発表っていうかこの映像見てくださいみたいな。しかもリモートやからさ、なんか途切れ途切れでさ、大西選抜発表の映像、えっみたいな、そうたまにこう途切れて、何何何ってなってて、で最初大西ね、おらへんってなったの、なんか自分で。最初マホピョンやったっけ、順番発表されたの。え、そう、俺最初あいうえお順やと思っててさ、なんか分からんけど、もうテンパりすぎてあんま覚えててないけどさ、とりあえず呼ばれんねやったら大西、大西桃花って一番最初なんですよ、人間。なんか、あ、わかんない。でも今回はね、ナーミーとかがいたから、そう、浅井ってあがいるんですけど、そう、前回のネモハモルーマーが、そう、大西一発目だったから、で、そう、え、待って、ちょっと時間やばいんで行くわ、ごめんな、ちょっとランキングの方ちょっと呼んでいくわ。ペラペラ喋ってるけど時間やばいやん。じゃあちょっとランキングの方、1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位、チンアットマークアメリカの大西軍アットマーク、選抜おめでとうさん、ありがとうございます。イエイ。
そして2位が KITT@選抜おめでとうさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が強しさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が一押し ABS さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がマークアコードさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がタカタカアットマーク選抜入りおめでとう、嬉しい報告をありがとうさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がゆうなみねぎすけアットマーク選抜おめでとうございますさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がワンタンメンさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がコーヒーレンアットマーク選抜連続選抜おめでとうさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がカホアットマークおめにこさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が水曜クラブアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がしもさん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。ということでですね、ちょっともうみんな知ってたんで、あ、タワーか、ありがとう。1位の方かな、ありがとう。え、合ってる？2位の方、3位の方、何位の方だろう。1位の方ありがとう、呼んでいきます。チンアットマークアメリカの大西軍アットマーク選抜おめでとうさん、チンさん、チンさん、チンさん、選抜タワーありがとうございます、ありがタワー、イエーイ、ありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます。ということで、今5時半、5時半の女じゃん、久しぶり、5時半だよ、みんな5時半の頃から頑張って、なんとこんなね、2作連続で選抜入りできるなんて本当に本当に思っていなかったです。今日の MV 撮影も全力で楽しんでいきたいと思います、頑張ってきます。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では行ってきます、じゃあね、テレ東音楽祭も夜見てね、バイバーイ、ありがとうございました。